今日はっていうことを伝えたかったです。K-POP アイドルのダイエット事情、最近の体型管理事情について、紹介していきたいと思います。シーズン1でこの内容の動画を撮った時にものすごく好評だったんですけど、多分ダイエットしてる人がたくさんその分いるってことですよね。なので、K-POP アイドルの最新のダイエット事情とか、私が最近気に入ったその体型管理の方法、ダイエット方法をこの動画で紹介していきたいと思います。見てね。私が最近すごく感じてるのが、ダイエットイコール全く食べない、もう水しか飲まないみたいな、水しか飲まずに運動するみたいな時代が最近本当に終わったって感じます。出前とか超頼むんですけど、韓国にいると活動中に。でも本当に種類がめちゃくちゃ多いんですよ。サラダのお店とかヨーグルトのお店とか、ダイエットキンパのお店とか、こんにゃくご飯弁当のお店とか、すっごい様々でダイエットメニューが、しかも朝から夜中までやってる店がすごく多くて、今回フラッシュのカムバをしているので、このカムバの中で何を食べてるかリアルに全部撮影をしてるので、撮影できる時は全部撮ってるので、意外と食べてるっていうのをこの動画でたくさんお見せしたいなと思います。それと私が最近気に入ったそのダイエット方法が血液型ダイエットだったんですよ。その ABOAB、 その血液型に合わせて食べてもいいものとあんまり食べない方がいいものっていうのが分かれてて、とりあえず私が意識してみてる、 A 型として意識してみてることは、まずメモしてるんだけど、 A 型ってその濃厚民族がなんか昔ってかルーツみたいで、なんかそういうのがあるんですよ。それで穀物と野菜がすごく体に合うみたいで、でじゃあざっくり A 型の皆さんに合う食べ物を紹介すると、で A 型さんに合わない食べ物もあります。A 型さんには合わない食べ物で、こういう風にあるんですよ。それで今 B 型と O 型と AB 型を紹介しないのは、私が実際に A 型だから、実際私が体験したことしかこの動画では紹介しないんで、 A 型だけの食材を紹介したんですけど、検索してみたらいろいろ食材この情報出てくるんで、でA 型はこういう感じなんですよ。その合う食べ物と合わない食べ物がこういう感じであって、で私はなんかこれを意識してサラダでトッピングを考えたりしてます。これ307ボール、タンパク質ボールって言って、チョコレートに見えるんだけど、うん、チョコレートなんだけど、タンパク質がいっぱい入ってるの。韓国のペニジャムで、韓国のコンビニで買えるよ。今日は月曜日で、あるスケジュールのために、放送局に来てるんですけど、時間は今8時ぐらい、夜の。はい、そうです。で、今日はなんとですね、朝5時、あ、4時半とかに起きたか。あ、そう、私は4時、4時とかに起きました、はい、4時とかに起きたんだけど、いや、やっぱりめちゃくちゃ活動中はハードだなって思うね、はい、やっぱり韓国の活動はダイエットしてない1ヶ月の番組があるので、うん、なんか最初の音楽番組が重要と思うから、なんかむくみ管理が重要と思います、はい、このスケジュールで綺麗でいないとっていうことだから、やっぱりむくみが超大敵だなって思うから、むくみのために食べないっていうのは結構するかも、うん、ダイエットじゃなくて、はい、
だからそのむくみにいい私たちが使ってるむくみにいいなんかグッズを紹介するんで、はい、見てください。ユンギョンストッキングとストッキングとヨガリングです。これがめちゃくちゃむくみが取れる、うん、そうそう、なんか私の足が、うん、他の사람보다、うん、잘부어가지고、あ、他の人よりもむくみやすいんだ。いつも知っています。うん、私、でもこれさ、痛いよね。くぶおいすって。そうそう、くジャンプとか動くとね、めっちゃ痛いよね。これだけど、でもその分めっちゃ効果があるみたいです。朝から大丈夫ですね。ユンギョン、それは何をしてる？カエサ。カエサ、あ、ミストだ、似てるね。黒ね、とかね。カッサ、カッサの効果は？あ、でも腹筋、腹筋が取れる。ないです。今日も私、うん、朝にスッとこうやってする。うん、こっちも、うん、ああリンパ流してるんだ。はい、いいです。そうなんだ。確かにユンギョンいつもやってるよね。うん、あ、そうなんだ。あ、そうそう、リンパが流れて、あの血流が良くなって、うん、あの血色が良くなるみたいです。なんか元気になる、うん、なると思います。健康ね。健康ね。健康になるね。健康健康になる。朝だからごめんね。全然年号教えてくれてありがとう。안녕내치와윤짱오늘아사고한그래서食べたい食べてない食べてないまだが食べないと頑張ろう頑張ろう。さっきの続きのヨーグルトにエナジーバーを追加したものを食べてます。韓国にはこういうさ、エナジーバーっていうのがめちゃくちゃ種類があって、コンビニに見せます。全部これ全部ダイエットバーです。タンパク質とかこれも全部プロテイン、プロテイン、これもダイエットドリンク、これも健康ドリンク、これもなんかサラダチキン系のタンパク質です。全部このここら辺全部こんな感じで種類がたくさんあってね。私毎日その気分に合わせていろんなエナジーバー食べてるんだけど、結構糖質取ると思っちゃう、見てたら。そう、結構チョコとかピーナッツでできたこういうエナジーバーをめちゃくちゃ食べるんだけど、それはね、私の中の基準でチョコとか太らないって思ってる。糖質を食べるときに気をつけてることはあって、それはなんか脂質と一緒に取らないようにしてるとか、そういうことに一番気を使ってる。糖質を取るとき上にさ脂質、天丼とか食べないようにしてます。糖質と脂質のオンパレードだから。お昼ご飯です。じゃーん、これやばい、やばいね。これサーモン、そば、肉、ポテトサラダ、下には野菜が入ってます。いただきます。レモンドレッシング、糖分補給。
チョコが世界の平和を救う、いや私の平和を保つ。いやカムバ中にそのこのダイエットの体型管理の映像もたくさん撮るんだけど、思ったよりも食事してる時に撮影できなさすぎて、とりあえず私朝必ずカフェラテとか飲むから、それを今撮影して、なんかさ、ダイエットする人って水とかお茶だけっていう人すごい多いんですけど、私はそのルールはちょっとあんまり気にしないです。全然気にせず、他で調整すればいいから、好きなものをあんまり我慢しすぎない。頑張りましょう、今日も一日。ナス、アボカド、卵、エッグ、サラダ、豆腐。アンニョニチワ。美容室のシャンプールームで寝ています。今日は3時半に起きてメイクして、あのミュージックバンクに向かうんですけど、本当にやばい時間に起きるときは10時とか9時半とかになるまで、なんか朝人間の朝が来るまで私は水を飲む。なんかこの3時半とかに起きてさ、活動するからって食べちゃったらもう意味わかんなくなっちゃうんですよ、体が。だからジュリはこの時間に起きてメイクをバッチリしても固形物は食べないです、ちゃんと朝が来るまで。なんで私はまたこのシャンプー室で出発まで眠りたいと思います。それで私が今回その体型管理をする上で、その血液型を気にして食事をしようと思ったきっかけがあるんだけど、私がね、いつもカムバしてその活動をしていく中で免疫力がねどんどん下がっていくと、そのすごいさハードで寝不足になっていくじゃん。でそれで免疫力が下がっていった時に肌に出ちゃうんですよ、その疲れとかが。もうアクセサリーをつけれない状態、肌が、そのもうイヤリングとかベルトとかネックレスとかでめちゃくちゃただれるようになっちゃうんですよ。それで多分アレルギーかなって思って、スタッフさんが血液検査しようって言われて、で血液検査して韓国 でそしたらなんかそのジュリー疲れてる時は、その医者の人がね、なんか疲れてる時はこの食材を取らない方がいいとか、そのこういうものを肌に触れない方がいいとか、いろいろ結果が出て、でその時に食事がめちゃくちゃ関係してると思って、その肌とか血液ですごい変わるんだって思って、で私 A 型なんで、その A 型に合う食材と合わない食材をすごいたくさん調べて、血液型に合わせて食事を取るようにしたんですよ。そう、それがきっかけだったの。ヨーグルト、いただきます今日は音楽中心、事前収録して終わってやっとゆっくり食べます。こいつもいるよ、チョコレート、愛してる。ポケ丼で、今回超ごめんなさいなのが、カムバしてるじゃん今。なんかその朝何時、お昼何時、夜何時って書いてないと思う。なぜなら本当にバラバラすぎて
だけど私が食事してる時間はだいたい朝の10時から夜の8時、10時間の間で私は食事を済ませてるから、まあそれを皆さんになんか分かっていただいて、皆さんこの動画を見てくれたら嬉しい嬉しい。夜ご飯じゃん、サーモンとステーキとエッグサラダと、これなんだろう、健康ご飯で、下にサラダの葉が入ってるポケ丼。いちじくクリームチーズとベーグルを食べちゃおう。アイス。ユンゲ、ここに来なよ。いい？うん。何？明日は、うん、何食べるか。私の MBTI が ISFJ から、うん、J から。まだ午前中なのに明日何を食べるか考えてる。計画的な。やっぱりファイトン活動中はさ、うん、本当に甘いもの重要じゃない？ああめっちゃ重要。マジで重要だよね。私もともとは、うん、チョコ好きじゃないんでしょ。うんうん、確かに。だけど今食べるよ。ユンはもともとチョコ好きじゃないの、うん、にやっぱり活動中はね、うん、中はチョコは好きが分かんない。なんかね、うん、不思議だよね。うん、美味しいですか？美味しいです。寒い？ちょっとエルサ。Let it go。ピース。じゃーん。キャラメルマキアートが到着したよ。これ細かく材料説明すると、イチジク、ブルーベリー、ココナッツクッキー、全粒粉クッキー。追加したヨーグルトです。グリークヨーグルトって言ってタンパク質がめちゃくちゃ入ってる、韓国ではダイエット食品で流行ってる。めっちゃ美味しい。食べてみて、韓国来たら。はっ、さっきのヨーグルト食べます。そのみんながダイエットするきっかけは何だったかなって、私のファンの中とかにも、友達とか、例えば友達でも学生の子たちでも、そのダイエットしようって思うきっかけがあったと思うけど、皆さんそれを覚えてますか？実は多分そのきっかけが結構重要だと思ってて、自分が痩せたいって思う、例えばね、誰かにその体型のことをいじられたとか、なんかショックを受けたとかさ、あんまりポジティブじゃない理由がきっかけの子って実は多いと思うの。だけどダイエットってそれだと私は結構心配で、誰かの綺麗の基準に合わせたりしちゃうと結局続くダイエットができなくなっちゃうんだよ。やっぱりそのきっかけってすごく大事で、で私ってその自分が傷ついた言葉たち、自分を否定されて、そういう言葉たちが私の今の原動力ではないんですよ。モチベーションじゃないんですよ。別に私の原動力って自分が綺麗になっていったり、その自分の理想の形を作るっていうのが楽しいから、今こうやって食べ物にこだわったり気をつけたり管理をしてるんですよ。みんなもその体型を気にしたりすることってすごく偉いと思うけど、やっぱり自分を好きで入れてるか、自分を否定してないか、それが一番大切だと思うから。あなたの綺麗な形があるから、あなたの綺麗な形は本当にあなただけに似合うものだから、やっぱり健康でいてほしいっていう気持ちが一番強い。それを今回なんか私は伝えたいです。まずはみんな自分を好きでいることが一番大切なんじゃないかなって思います。お昼ご飯、お昼じゃない、なんだろう。今はお昼、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 朝、あ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 、
はい、週はレッツゴーレッツゴーサブウェイの뭐지랩먹고있어요랩레그랩프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 사진남아네이거다시무스테이크치즈서브웨이의스테이크치즈샌드위치스테이크치즈제로코크도있으니제로코크도오제로코라쿠키제로코라쿠키말은데자트말은데자트말은아르마스아르마스나시와에또오사카나난다케도뭐야오사카나와겐마이의お弁当にアボカドを追加しました。天才じゃーん。タンパク質。次はじゃーん。欲張りやん、欲張りやばいでしょー。やばいでしょー。やばいでしょー。それは何？やばいご飯。羨ましいでしょー。なんか羨ましいでしょー。ではカツ丼？カツ丼？めっちゃ美味しそう。ソヒは？私は朝からあのサーモンとアボカドが食べたくなってこれを注文しました。サーモンアボカドサラダ。サラダ。絶対はい、これを食べた。個人的な私たちのお昼ご飯。いただきます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 。あ、どうか。みんなに聞きたいことがあるんだけど、自分がチェチェ髪、チェチェ髪の罪悪感があるもの。で、あんまり食べないように。してるものをみんなに聞きたい。私はお餅。お餅？絶対食べない。ああ、なるほどね。確かに一回も見たことない。シーンは似てるんだけど。なるほど。両方大きいわね。あと大きい。あれだよね。むくむよね。うん、そう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 。ダイアンは辛いスープ。ああ、なるほど。お菓子。お菓子。え、お菓子？お菓子は、お菓子はさ、どんな種類とかあるでしょ？だってチョコは食べるじゃん。チョコは食べるじゃん。ジャンゴ。ジャンゴ。酸っぱい。しょっぱいもの。しょっぱいものは、確かに食べてないかも。あれでしょ、ポテトチップスとか。そうです。私は、バブキと、タピオカとちゃんぽん。なんか、ハルが、ハルちゃんと一緒に。めっちゃいい。タピオカがめっちゃそう、あれなんだ、砂糖使ってるんだ。そうだよ、みんなやっぱりカロリーの問題とかじゃなくて自分の気持ちの問題でなんか食べたらものすごい多分太りそうだなみたいなのがあって、基本的に結構気にせずに食べることが多分ストレスが受けなくて多分体型管理できるんだけど、やっぱり食べないで我慢してるものも結構あるっていう話でした。そうです。でもこうやって活動中だ、自分で OK だっていうのをこうやって美味しく食べてファイティングしてます。ファイトしてます。美味しいです。美味しいです。じゃあ皆さんいただきます。いただきます。ごめんなさい。それで話の続きなんですけど、その自分を嫌いな状態でねダイエットをしちゃうととか、自分を責めながらダイエットをしちゃうとやっぱりどういうことが起きるかっていうと、ダイエットイコールとにかく痩せたいっていう考え方になっちゃうんですよね。正しいのはそのダイエット、健康になりなるっていうのが正しいと思うの。1週間ダイエットとかよくあるじゃないですか。で1週間ダイエットとかって、私はやっぱりダイエットとかってそのかけた時間だけその後維持されるって思うから、例えばね1週間で痩せたとするじゃん。でもその後の1週間少しでもだらけたりちょっと暴食しちゃったってなったらリバウンドしたっていう話も多いと思うし、やっぱりその1週間で作ったもの、1週間の努力って私は1週間で解けると思うのね。時間をかけてもいいから健康的に、それが私は正しいダイエットだと思うし、やっぱり続かないダイエットって結局悪循環になっちゃうことが多いよね。お花にさ水をあげる時に、明日満開になれって、明日満開になるって思って水をあげないのと一緒で、どんどん育てていくっていう気持ちでみんなお花とかを育てると思うけど、人間の体も同じだと思う私は。だから育てる、育てるんですよ自分の好きな形にね、っていうことを伝えたかったです。今日のメグ激カワです。これで
て1週間とかかけて食事をたくさん撮影したんですけど、まとめると今回は肌とかその体調のために血液型に合った食事、合わない食材を取らなかったり、そういうのを意識するのと、あとはやっぱりスケジュールがハードなので、チョコレートとかその好きなものあんまり我慢しすぎないっていうことです。心の健康と心と体のバランスが本当に大事だよっていうことで、あとむくみだね、むくみとかああいう感じで取ってるっていうこと、皆さんにとっていい情報になったらいいなと思います。ではまた会いましょう。バイバイ。